二人は赤川二郎の小説。1989年1月新潮社館。事故死してしまったしっかり者の姉と姉に頼ってばかりいた妹との奇妙な共同生活を温かく綴った青春ファンタジー。大島由美子がカバーイラストを手掛けた。大林信彦監督により1990年にテレビドラマ化。1991年に新小道三部作。 第一作として映画化されたほか、映像、舞台化されている。11年後を描いた続編、妹が2019年10月に新潮社より、刊行された。カバーイラストは、大島由美子。発行部数は2003年時点で、約230万部。赤川次郎の代表的作品であり、本人も名刺代わりの作品であると述べている。本作の後半では、 父親の不倫話も扱っているが、子供の読者層に配慮して書かない方がいいのではないかという意見もあったという。しかし子供だからファンタジーというのは間違いであり、実際に子供の身にも起こりうることは小説の中で経験しておいてほしいという赤川の思いからそのまま執筆された。北尾実花が中学2年の時、高校2年の姉、千ず子は成績優秀で、 ピアノがうまく、スポーツも得意で、高校の演劇でヒロインを務め、教師や同級生からも慕われていて、実家も憧れていた。しかし、ある日の登校中に交通事故に巻き込まれ、突然この世を去ってしまう。ところが、その後、死んだはずの姉の声が実家の頭の中に聞こえてくるようになった。姉の声は自分にしか聞こえないけれど、自分を確実に見守ってくれていた。 千鶴子の死で精神的に不安定になった母、突然単身赴任する父、親友の父の死や、親中騒動など、実家の周りでは様々な事件が起こる。姉が得意だったピアノやマラソン、演劇での活躍、そして恋と友情。姉のアドバイスもあり、実家はそれらの困難を乗り越えて、次第に精神的にも成長していく。様々な経験を通じて、 いつしか実家が姉の年齢に近づいたとき、父の浮気が発覚。月光した母、家庭崩壊のとき、実家が感情的に発してしまった一言で、姉の声が聞こえなくなってしまう。大林信彦監督により、新、小道三部作の第一作として1991年に映画化され、同年5月11日に公開された。NHK のテレビドラマとして制作され、 テレビ放映を再編集して劇場公開された。当初から劇場公開を想定しており、外部演出家である大林の起用や35ミリフィルムでの撮影など NHK 作品としては異例の要素が多い。原作者の赤川次郎は本作を映画化してほしくない作品としていたが、 大林がそれを承知で交渉に来たと知るとこれを承諾した。映画は原作にほぼ忠実で赤川自身でさえ限りなく近いので驚いたという。原作では千鶴子は恋のみの出演で姿は表さない設定であるが映画では千鶴子が幽霊として姿を表すという設定になっている。ハイビジョンの合成による映像も用いて撮影された。駅伝のシーンではフィルムと ビデオでの1秒間のコマ数の差を利用した実験的な映像が使われている。撮影の逸話サウンドトラックメイキング DVDDVD、ブルーレイ1990年11月9日と16日の2回、NHK 総合で子供パビリオンとして放送。映画と同時撮影のためキャストは同じだが、実家が地図子を改装する場面から始まるなど、オンエア時間に合わせるためのカット。 編集が大林監督自身により行われている。竹中直人演じる医師も NHK 版では全く登場しない。スタッフキャスト放送日程1997年4月14日から6月23日まで全11回でテレビ朝日系列で月曜、ドラマインとして制作、放送された。キャストなどは全く異なる。スタッフキャスト受賞歴サブタイトル NHKFM。 青春アドベンチャーにて、ラジオドラマ化され、1993年7月5日から7月16日に、全10回で放送された。アミューズ創立25周年企画として、2人から2人マイナスのタイトルで、ミュージカル化。2003年8月18日から24日まで、全労祭ホールスペースゼロで上演された。全10公演。当初は、富田子が出演し、 キャストのオーディションにも立ち会うと発表されていたが、追患版ヘルニアのために降板することになり、奥山芳恵が代役として出演した。2004年8月1日から11日まで、全労祭ホールスペースゼロで、全15公演、8月19日から21日まで、大阪、リサイタルホールで、全5公演が上演された。ありがとうございます。